皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。昨年末のタイガー&ドラゴンの再放送を見て、つい1月1日ですけども末広亭に来てしまいました。新宿の末広亭です。まだ開演11時で、開演30分前ですけども結構な人が並んでます。じゃあこれから一緒に新年第一席目を楽しみましょう。今日の鳥は翔太さんです。それではレッツゴー。前の席にしてみました。正月1日目は泊まり込まないそうです。2回分けないそうです。2日目3日目が一番混むそうです。以前来た時は、2階に上がりました。1月1日に時間があり笑いたい気分だったので、落語を聞きたいと思いました。そういう時に寄席はおすすめです。東京では新宿の末広亭、上野御徒町の鈴本演芸場、池袋の池袋演芸場、そして浅草の演芸ホールがあります。大阪だと繁盛亭があります。その他国立劇場ってありますけども、寄席は毎日複数の落語家の話が聞くことができます。各寄席のホームページで確認をして、自分の聞きたい今好きな落語家が出てくる寄席を選びます。今回は新宿の末広亭に翔太さんが出ていたので、翔太さんの出る第1部を選びました。末広亭についてチケットを買うと、番組案内に出る落語家さん、演者が出ているパンフレットをもらえます。実は落語の寄席出すと、通常だと昼の部と夜の部があります。入れ替えなしで聞けることが多いです。そうすると昼の12時から夜の9時まで、なんと9時間耐久笑いレースを味わうことができます。この日は3部構成の第1部です。で、落語家さんによっては交代の出演で日によって出る落語家さんが異なります。私が今日面白かったのが、まず和也さん、今年の相撲の占うということで相撲漫談が聞けました。そして、講談ですけども、女性の神田蘭さん、ハリセンパンパンという小気味よく歴史ものを聞くことができました。そして、上方落語の笑福亭鶴光さんも聞くことができました。膝隠しの台を使って、小拍子、これもパンパンと音が出る小気味よく、でも関西弁を使った落語でした。そして鳥は笑点でも有名な春風亭昇太さんということで、第1部3時間半の笑いを楽しむことができました。今末広亭での第1部が終わりました。いや、昇太さんさすがですね。うまく笑点そして紅白を触りに、非常に面白かったです。その前に大阪の関西の笑福亭鶴光さん、昔深夜のラジオでお世話になった鶴光さんも、実際に上方らしい落語で西行の話で満足できました。いや、結構本当に涙が出るぐらい笑いました。新年今年も幸せになれそうです。それでは、ぜひまだ入れるんで、この末広亭おすすめです。ぜひ翔太さん、他のいろんな話し家さんを見に来てください。それでは今年も和風を楽しみましょう。
新宿の花の神社に来ましたけど、すごいですね。参拝客がすごいです。驚きました。でも落語を見た後、花園神社でお参りするのもおすすめです。